それでは在校生総辞、桜学院2010年度転入生、中等部2年、菊池萌水野結衣。掃除。春吹く風は次第に暖かくなり、桜の花が今か今かと満開を待ちわびています。まりなちゃん、なうちゃん、ねねちゃん、ひなたちゃん、ご卒業おめでとうございます。時が経つのは早く、桜学院がスタートしてから4年の月日が流れました。その中で2度の卒業式、5人の卒業生を見送ってきましたが、慣れるわけはなく、またこの日がやってきてしまいました。今この場で掃除を読んでいるのがまだ信じられません。目を閉じれば桜学院初年度からずっと一緒に過ごしてきた楽しい出来事はすぐに鮮やかによみがえってきます。思い返せば、桜学院開校時、中3の皆さんは最年少での入学でした。その後、私と結衣の転入によってあっという間に最年少が終わってしまい、先輩としてお世話をしなくてはいけない状況になりましたよね。自由に楽しく桜学院生活を満喫したいはずなのに、少しだけ年下の転入生のせいで甘やかされることはなく、先生に叱られたり、先輩としての立場を求められたりしているのを見てきました。たまになんか損してるって言っていたのを覚えています。それでも私たちのことを本当によくお世話してくださり、時にはそれぞれの個性を尊重し意見を取り入れてくれたり、実の妹のように可愛がってくれて、本当に本当に感謝しています。そして皆さんが中等部に進級されてからも、新しく入ってくる転入生への優しさはいつも変わらないものでしたよね。みっこ先生の考えてくださる桜学院の複雑なダンスフォーメーションは転入生には難しく、最初はなかなか覚えられません。そんな時も手取り足取り優しく教えたり、覚えるのが苦手な子、悩んでいる子を叱咤激励し、努力が必要なことを教え続けてくれました。誰もが最初からできるわけがない、みんな頑張ってるんだよっていう姿を、いざから自ら見せてくださることで、私たち下級生のやる気を育ててくれました。そして今年度、そんな先輩方が引っ張る新たな桜学院がスタートしました。新学期という新たな清々しい第一歩、しかし何度繰り返しても卒業生を送り出したと同時に訪れる不安な気持ちを隠しきれず、なかなか一歩目を踏み出せずにいました。そんな誰もが不安な中、まずは話し合いの場を先輩方が作ってくださり、みんなが心の中にしまっている気持ちを本気で言い合い、仲間を信じることの大切さをそこで改めて教えてくれました。歴代の先輩方が残してくれた桜学院を大切にしつつ、また新たな桜学院を築いていこうという新生徒会長まりなちゃんの思い、それを支える3人の思いがひしひしと伝わってきて、
私たちは4人についていこうと強く思ったのを覚えています。さまざまなイベントに出演させていただいた夏には、気持ちのすれ違いから何度か揉めている姿を目にしました。桜学院への思いが強い4人だからこそのすれ違いだったのかもしれません。しかし、たくさんぶつかり合い、本気で向き合ったからこそ、さらに皆さんの気持ちが一つになり、本当の絆を見せてもらったような気がしました。そして学院祭、今年こそは初日から成功させようと目標を立てて挑みましたね。でも思うようなパフォーマンスができず、不安な気持ちを心に抱えながら2日目を迎えました。先輩方も不安な気持ちだったはずなのに、ステージの上では私たち一人一人の目をちゃんと見ながら、大丈夫とアイコンタクトを送ってくれ、下級生の不安な気持ちを自信へと変えてくれました。どんな不安、どんな時でも自分のことだけではなく、仲間のことを気にかけてくれる先輩方、そんな頼もしい先輩がステージに一緒にいるだけで安心することができました。共に笑い、共に学び、思い、悩み、泣き、共に歩んできた日々、一つ一つの瞬間を大切にしながら今年度掲げてきた絆、私たちの絆は日に日に強く深くなっていると感じながら過ごすことができたのも先輩方のおかげだと思っています。ひなたちゃん、いつも笑顔で周りのみんなをほっかぽかにしてくれるムード委員長、本番前いつも声かけてくれて緊張をほぐしてくれました。ひなたちゃんのさりげない優しさ、的確なアドバイス、いつも温かい心で包んでくれてありがとう。ねねちゃん、泣き虫ねねちゃん、もうあとどっちが先に泣いちゃうか、よくみんなに賭けをされてたよね。最近は泣かないように頑張ってて、本当に強くなったね。涙が出るのは優しい証拠、トークで盛り上げようとする優しさ、みんなに伝わってます。夢の茨城一の看護師さん目指してね。ありがとう。ラウラちゃん、日々のレッスンやライブの前に繰り返されるリハーサル、ラウが怖いと思われてもいいと一切の妥協を見せず、みんなの今の実力を全て出し切ろうと力強く厳しく引っ張っていってくれたパフォーマンス委員長、そんな姿はかっこよく、厳しい中にもいつも大きな愛を感じていました。ありがとう。マリナちゃん、絆は小等部の時からマリナちゃんがよく口にしていましたね。本来目には見えない絆だけど、今では私たちにはしっかりと見えているよね。生徒会長になって絆を大切にするために、みんなのためによく動いてくれました。ステージでは笑いを取る立場になってでも、みんなを楽しませようとして、みんなを楽しませようとする姿勢、父兄さんに届ける大切さを全身を使って教えてくれてありがとう。本当はまだまだ一緒に夢を追いかけたいです。一緒に歩き出した時から分かっていた卒業だけど、今正直寂しさと不安でいっぱいです。しかし、いつまでも甘えてばかりいられないことも分かっています。今日桜学院を卒業する4人、今まで卒業していった5人、そして在校生8人、
それぞれ一緒に過ごしてきた時間は何事にも変えることはできない大切な宝物です。それは卒業して離れても何一つ変わることはありません。私たちはたくさんの教えてくださったことを決して忘れることなく桜学院を守っていきたいと思います。仲間を大切に、個性を全開に、出会った全ての人に感謝する気持ちを忘れないで突き進んでいくので、安心して夢に向かって羽ばたいてください。桜学院の卒業生でよかったっていつでも笑って言ってもらえるように、みんなで力を合わせて頑張ります。今日まで本当にありがとうございました。2014年3月30日在校生代表中等部2年菊池萌、水野結衣